早熟を克服する方法をした方をご存じないですかあるいは最初から最後まで強い人は何が違うと思うとかでもいいです。自分は格芸に限らず初日からダイヤ相当までは人より早いことが多いですが、そこで毎回成長が止まり困っています。スト5も格芸未経験からダイヤまでは早かったですが、ここで1000時間以上を止まっています。大抵の人が練習しないとできないことが最初からできたり、 単純に同じ初中級者を壊す方法や、すぐ勝つ方法を見つけるのが得意だったりで、基礎がぐちゃぐちゃなまま、分不相応な、あ、分不相、あ不相応か、ごめんなさい、不相応なランクに上がって、修正が全然うまくいかないです。成功法に切り替え、基礎を鍛えようとした途端、勝率が許容できないレベルまで落ち、上達より先にメンタルがいかれますと。 うん。あの、いますよね。こういう人。あの、まず最初に、勝てそうなテクニックに目をつけて、まあ、それを多分こするんですよね。例えば、えっ、ー、と、そうだな。うーん じゃあ、すかしげ団が強いゲームだったとして、仮にね。したら、カかしダンっていうことをばっかりやる。うん。あとは、うん、まあ、今までなんだろうな。うん。なんか三角飛びからの攻めが強いと思ったらそればっかりとか。まあ、なんでもいいんだけど。とにかくその成功法じゃなくて、うん。ちょっとこう、み、みんなが、 っていうか、そのあんまり上手じゃない人たちが対処に困るような行動を、まず、まずそこに目が行くんだと思うんだよね。まず。と最初に、あのー、楽して、雑魚狩りって言ったら、ちょっとま言い方悪いですけど、できそうな部分をまず目で追っかけてんだと思うんだよね。最初に。どうすれば、うぞうむぞうを最初に、こう、駆逐できるかっていう。うん。でね、俺これ、なんだろう。うーん。 あのね、あの、こういうのって、なんかどう,いう説明したらいいかわかんないですけど、格闘ゲームっていうものを始めて、まあそれが、ね、だから、11歳ぐらいじゃないですか、ストーツが出たのが。で、13歳、 下手したら、14歳の時にはもう確実だし、下手すとね、もうね、13歳ぐらいの時には、俺これ気づいてたんだよね。このことに。まだ全然その自分の強い人たちいたんだけど、その、っていうか、これって別に俺が強くなったわけじゃないよね、みたいな勝ち方っていうのはなんか気づいてた。この頃から。うん。こういうのって多分これ、 そのうち通用しなくなるし、俺が強くなったわけじゃないよねっていう。ただ単に、その、なんか、アップデが入って武器が強くなりましたみたいな話だよね、みたいな。そう。気づいて、だから、まあ、13歳はもしかしたら持ってるかもしれないけど、14の時には100%気づいてて、うん。なんていうか、その、早い段階から価値を拾う人 で、そのうち勝てなくなるよね、みたいなのは、なんとなく、分かってたし、実際、倒してたからそういう人をね。うん。だから、俺はこういう、なんていうんだろう。うーん。ビチとりあえず、その、楽にダイヤまで行って、そっから先は行き止まりみたいな、あー、なんていうか、 方法っていうのを、まあまあ小学生とかね、それこそ中1ぐらいまでやってたかもしれないけど、それ以降ね、こういう遊び方をしたことないんですよ。うん。で、うーん、なんか多分ね、なんだろうなうーん、で、対戦、だから勝負事だからさ、その、 攻撃性って向くじゃん相手に対して。絶対に。あの、癒すとかさ、サービスするとかっていう気持ちで対戦ってしないじゃん本気でやるときって。ね攻撃性を持つじゃない戦いだからさ、やっぱり。攻撃するっていう気持ちになるでしょうん。ただ、えっと、なんだろうな。とはいえ、相手は人間なんですよ。とはいえ、相手は人間だから、例えばその、スカシゲダンとかで勝つっていうのは、 なんかね、俺はちょっと、なん、んなっつったらいいんだろうな。なんか相手見てないっていうか、うん、ただただるいにかけてるだけのような感じがして、あんま好きじゃないんだよね。うん、はいお前下手とか、はいお前情弱みたいな、なそういうプレイってなんか、やっぱりゲーム好きだからさ、ゲーム好きってことはゲームが好きな人のことも好きなんですよ。格闘ゲームのことが好きな人も好きなんですよ。だからそういう人たちをこう、 はい、バカーみたいなプレイで、いやー、倒したくないっていうのは、なんか、それは昔からあったかな。この人は多分、えっと、この一見この文章からは伝わってこないかもしれないけど、結構ね、なんか、こう、うんなんて言うんだろうな。うん、ちょっとこう、うんー、あんまりこう、なんかうまく説明できないんだけどな。 なんかね。うん、ま、格下手段、そうだね。うーん、格下手段なんだと思う。あとね、見えっぱりなんだと思うわ。なんか、うん。器用な人だと思われたいのかなっていう。見えっぱりなんだろうなっていう。勝ててない時期とかを人にさらすのが恥ずかしくてしょうがないんだろうなっていう感じがする。だから、とりあえず、どんな手段でもいいから、勝てる方法。例えば頭はいいんだよね。頭はいいから、 とりあえずそういう抜け道見つけんならうまいみたいな。うん。なんかそういう人なんだろうな、きっと。まあでもさ、人間ってさ、やっぱりさ、あの、結局欲しいものを、欲しいものが手に入るじゃん。結局。 多分この人にとって本当に一番欲しいものっていうのは、まあこれは悩みだって言ってるんだけど、でも一番欲しいのは、えっと、なんだろう。この部分なんだと思うんだよね。大抵の人が練習しないとできないことが最初からできたり、単純に初中級者を壊す方法。この、この部分が多分大事なのよ。結局。一番大事なの。その、馬鹿にされないというか。うん。 うん、だからその弱い奴らには負けないよっていうのが多分大事で。そっちを優先するんだと思う。多分これからも。うん、で、それ優先しつつ勝つ方法なんかないですかって話だと思うんだよね。で、俺は逆にこういうことにあんまり興味がないわけ。なんか初級、初中級者をいかに効率よく狩るかみたいなことに全く興味がなくて、昔から。だから、えっと、負けてる姿を晒すことに何の抵抗もないのね。まあ、いつか見てるよって思えるから。 うん。な、結局、で、欲しいものは手に入るわけじゃん。その結果、その強い人たちと戦う、その強い人たちに勝つ力が手に入るっていう話なんで、まあ、結局欲しいものは欲しい人のところに行ってるっていう感じだと思うけどね。うん。うん。この人が欲しいものって結局手にできてると思う。一番欲しいものうん。太陽圏が。 河野さんと知り合った経緯、当時の印象、エピソードなど教えてください。うん。これは、えっと、前にも話したと思うんだけど、えっと、あなんだっけ。吉本の大会で、俺がゲストで呼ばれて、その時に優勝者は河野だったんだけど、その後に、ね、エボジャパンかなんかであ、あエボジャパンだったかエボだったか忘れたけど、あって、あ、河野です、みたいな。うん。いう感じ。 だね。